はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。モンハンライズサンブレイク、今日はいよいよ大域参考の2匹目ルナガロン、そうルナガロンの討伐をちょっとやっていくんですけど、ちょっとねそう何が効くかとかはねちょっと知らないんで、ハンマーをねちょっとそう爆破のハンマーをねちょっとぶち込んでいこうかなみたいな。いやまあ正直爆破はちょっとおまけかなぐらいの、なんかそんな感じでね、そうもうとにかくね頭をぶったたいていこうみたいな。いや頭弱点だよねさすがにみたいな。いやわかんないちょっと見てみて、明らかにここ弱点やなみたいなところもあるかもしれないが、まあとりあえずピヨピヨ狙いつつ叩いてみたいな、そんな感じでいこうと思いますので、よろしくお願いします。漏れ出る光はかすかに闇の中、方向は続く、地を踏みしめ歩みは止むことなく、その身のすべて研ぎ澄まし、いよいよだ、雲を分け月は姿を現し、お地を山を銀行が降り注ぐ、踊り駆け出し湧き出る力に震え、歓喜の方向に真なる姿をさらけ出す。月光参加、なんか月の光で強くなるみたいな、そういうあれ、夜に活発なのかな。すごいトゲトゲ。すごいトゲトゲですが、やっていきましょう。場所は奥ですね。とりあえずちょっと向かっていきましょう。なんか打ち消しのみあれか、氷やられをなんとかするぞみたいな、多分そういうために打ち消しのみがあるんだろうなっていう感じしますが、なんかね顔凍ってましたもんね。なので氷かって感じなんですけど、必要。来た、油断なく行こう。あれかな、いや飛びかがちみたいな、ちょっと背の長いで溜めて、ここ、とりあえず今のところ平和、痛いです、ブリッとしてる。どうなの、パワータイプ飛びかがちみたいな。そんな感じ、わかんない、ふわふわしてるが、さあ叩け、痛い、さっきからカジカジばっかりされる。今んところまだでも本気は見せてなさそうな予感はしますが、ちょっと待って、なんか今飛び道具置いてった、あ飛び道具置いてったと思ったら姿戻ってる。なるほど、あの状態になったらそういうなんか飛び道具みたいなしてくるみたいな、そういうあれなんかな。そんな予感はしますが、一旦回復薬飲んで、で、ちょっと待って、はい、引かれた、そう動きが読めない。あ、イソネミクに来た、私の全てをぶつける、全部外した。待って、さあ今装備をしましょう、行くぜ、おら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 、くらえ、いいぞいいぞ、で、あらららららら、ちょっとどうなってるか全然見えない。あ、でもなんか当たってる、なんか当たってるからよしとする、くれ、いくぜ、くくからのくからのくいけ、やっちゃえ、必殺、今のところ、今のところなんか僕よりイソネミクの方が大活躍してる。すごい範囲攻撃してるが、ここ叩け、あー減った、ふっふっ、この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 でワオン、うん、くらい、あ外した、出た、でこ、ちょっと待って、やばそう、立ち上がった。
すのかこいつ。待って、ずる。立たれるとちょっとハンマー、ハンマーつらいっす、ハンマーつらいっす。顔の位置高いのつらいっす。めっちゃ戦いづらそう。待って、一旦避けて。お、ナイス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 。ビンビン超でかいで、前出てここ、ふん、この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 、いやー、私の全てをぶつける。よし、いいぞ。で、溜めて、くらえ、トゥ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 。よし、いいぞ。えい、代謝後でやり合った時より凶暴になっているな。なんかでもあれですね、そう、戦えてる、戦えてるというか、マガイマガドの方が強い説ある、なんならそんなこと言わない。いやでもまだあのね、なんかあの怒り状態みたいな状態のなんか攻撃食らってないから、ちょっとね余裕がれてるだけであって、実際問題果たしてみたいなところありますよ。よし、叩いて、あー痛い、なんかカス当たりみたいなんでも痛かった。危ないです。それあれかな、なんかなんだっけ、裂傷状態だっけ、なんかそういうのになったりするんかな。その辺は分かんないが、待てよ、溜めて、ここ、あ、どっか行っちゃうのか、逃げます。ちょ、間違えた、ごめん、言われない。フィオレーネ思いっきりぶったたいたけど今。叩け、ふん、ふん、くらい、痛いです。と回復、ただやっぱそうですね、攻撃力的にもマガイマガドの方が今のところ高そうみたいな、そんな予感がせんでもないが、待って、それはやばそう。おろろろろろ、ふっ、ふっ、ふっ、私の全てをぶつける。ふっ、足元入って、ふっ、ふっ、ためろ、ため攻撃、あー、ビエされる。そこ、この状態がなんか本気っぽいんだよな。痛いです。かすっただけで痛かった。ふっ、ふっ、くらい、くらい、くらい。お、四つ葉取りナイスからの、お、なんか何、 V 破壊やられみたいな、なんか気絶みたいになったぞ。気絶というかね、ダウン入ったが、ふっ、ふっ、ふっ、まずい、まずくない、大丈夫、溜めて、外した。お、マダララがドコドコしてる。今日マダララですから。あ、なんか仕掛けた言ってなかった、フィオレーネ。そこに罠置いてるね。待って、こっち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 でいいですか。おいで、おいで、やったぜ。行くぜ。くらえ。我が魂。燃え上がれ。この、この、お、ちょっと待って。これピヨったか、ナイスか、落とし穴ピヨピヨか、ふっ、くらい、ボコボコタイムだ。オラ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 、いいぞいいぞ。で、BA してる。ちょ、あ、これまずい。あー、方向か、助かった。今完全になんかね、ブレス来るかなと思ったけど、そんなことなかった。何かをどっかに置いた。あ、毒毒落としてなんぞ。ナイス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 。そっちに誘導したい。こっち、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 ハンマーもね、でかい一撃が決まると気持ちいいよね。ふっ、ふっ、くらい、ここ、いいぞ。手加減出した。ふっ、え、あ、風の流れが変わってるが、何か悪い予感がする。何か悪い予感がする。そうなの、そう、分からん。え、こっからが本気か。今まではルナガロンのなんかなんちゃって状態みたいな、なんちゃって状態なんかね、やばそうな、なんかフィオレネさん的にはなんかやばそうみたいな、なんかそんな感じのこと言ってましたよね。まあ一旦ちょっと合人剣も発動させて、くらい、ふっ、ためて、ためて、
待って、ここいいぞ。おお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 ため解除しつつ回避して叩くが外した。急いで治療するんだ。ナイス、もう大丈夫だ。あ、粉塵ナイスすぎる。ピオレーネさん回復が早い。あれかな、結構あの食らわずにいたらなんか割とすぐに粉塵使ってくれたりみたいな、なんかそういうのあるんかな。なんかその辺はふわふわしてるから、なんか毒ってる、何か毒ってる。ちょっと待って、毒やめてください。毒った、そこはあれ毒ある場所、もしかして毒沼っぽいぞ。毒沼というのか、久しぶりになんかモンハンの世界で見たような気がする。待って、溜めて、ここ、えい、おお、そう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 、どっか破壊した、どこ破壊したかわかんない。腕かな、痛いです。待って、ただ今のところ、今のところなんかそんなヤバそうな技ないんだなみたいなそう、余裕かまして本当に大丈夫かなみたいなところあるんですが、おおおお、なんかやられになった。いいぞいいぞいいぞ。この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 、えいえいえい、出ら、手加減出した、ただけ、いいぞ。ギデンと一緒であれば失敗する気がしないな。で、溜めて叩く、うんうんうん、あ、痛いです。そう、さすがにそろそろ回復必要か。回復飲みます、美味しい。待って、ここ叩く、腕に吸われた。待って、で、少し待っていてくれ。お、誰か連れてくる、へばってるが、そう、あ、そう、なんか霊気踏んだ霊気踏んだ、ドライアス踏んだんだけど。溜めて、ここ、あ、こっち向かないですか、こっち向かない、こっち向かないが溜め玉入った、ここ、あ、まずい、これなんか耐えてる、なんか当たらずに積んでる。待てよ、ビエン、なんかそのなんか溜めた感じのモーションするとなんか大技来るんかなって構えちゃうけど、方向なんだな。痛いです。そう、ピオレンさん、ピオレンさん、そろそろ来て。あ、ちょっとピオレーネがイソネミクに連れてこっち来てる頑張れピオレーネ、痛いです。頑張れマダララ。お、ナイス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 、それで動き止めて、なんかマップっていうか奥の方に気配を、フィオレーネの気配を感じる来た来た、援軍来たぞ。叩け叩け、来た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 、よし、いいぞいいぞ、頑張れ頑張れ、いけいけいけ、やっちゃやっちゃ、合流合流、ナイス。で、興奮しているようだな。おお、転んだ転んだけど、フィオレーネ超邪魔フィオレーネ超邪魔、ちょ困る。おおお、あの、これ必殺攻撃か、多分やったれやったれやったれ、ナイス。で、あ、ちょっと待って、なんか足場すごい不自由やった待って、で、待ってよ、それは移動するやつ、ちょっと追いかけて追いかけて捕獲しましょうか。眠ってるね眠ってるね。よし、じゃあもう罠にはめて捕まえましょうか。はいはい、よーし、まあ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 そう、マスターランク4のね、緊急クエストなんで、まあどんな強者かと言ったところだったんですけど、うん、まあ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 、
ハンマーが相性良かったんかな、なんかちょっとその辺はねよくわからないんですけど、なんか無事討伐できましたね。お見事。ありがとう。フィオレーネもお疲れ様。お、捕まえたよ。なんか倒したことになってる。いやいや、すごいね。まったく。私たちの帰りを待てなかったのか。ね、ちゃんともう連れて帰る予定やったもんね。別に君たちの能力を疑ってるわけじゃないんだよ。もうすぐ見たかったと。黙って過保を待つっていうのもね。なるほど。どう、結局キュリアは。待っては止められん。あとは報告を待つとしよう。ああ、フィオレーネもお疲れ様や、ね、任せる。はいはいと。ん、え、あ、出た、いっぱいいる。調査は中断だ。え、どうして中断だ。虫さん、キュリア、あれ虫やってんね。あ、やばそう。あいつは急げ。さっさと連れて帰れと。今度はもうあの大名ザザミの時みたいにぶっ飛ばされんようにと。早くしろ。ああ、間に合うそれ、大丈夫。ああ、ちょっと一人にしないで。でもおとりならば任せて。そう、敵役一人しかいない、敵役ムーポンしかいない。あ、ちょっと、ん、え、どっか行くの、どっか行くんじゃなくてそっちを狙うの、なんで。あー、武器がまずい。あーあーあああ、大丈夫か。ダメそう。さあ、相手は俺だと。え、あー、いっぱいいる。さすがに無理そう、それは。いっぱいいる。あ、どっか行った。え、あ、大丈夫か。さっきしっかりもらいましたもんね。本当に？はい。ルナガロンはどうなったの？メルゼナによる被害の報告を。ムーポンとフィオレーネがメルゼナを引き続けてくれたおかげで調査隊員は被害なしです。だけどフィオレーネ、君怪我しただろう、大丈夫なのかい。提督に叱られないよう命に危険が及ばないレベルで挑んだが不覚を取ってしまったな。まあ軽傷だし痛みも引いた、任務の続行に支障はない。本当に？ならばよし、ムーポン殿も無事で何よりだった。では本題だ。メルゼナがついに現れた。大域生物の拡大を阻止するため一刻も早く討伐せねばならん。待ってください、提督、俺は今の時点でメルゼナを撃つことに反対します。なんで？キュリアか。ええ、今回の異変、全ての始まりは大域生物が縄張りを拡大し始めたことです。うん、原因は大域生物の凶暴化でした。
やがてその凶暴化は大域生物以外のモンスターにも見られるようになった。あー、だからガランゴルムとかルナガロンとかがまあ最初ありましたけど、それ以外のモンスターもなんか同じような状態になってると。だから今メルゼナ、どうなの、なんかその凶暴になったメルゼナをなんか止めたとてみたいな、なんかそんな感じなんじゃないかということなのかな。原理は未だに理解でき解明できていませんが、その凶暴化はキュリアが噛みついたことで発生したと考えて間違いありません。そして今回メルゼナと遭遇して分かったことがあります。はい、フィオレーネ、答えをどうぞ。メルゼナがキュリアを従え、モンスターを凶暴化させている。その目的は分からんが、しかしこれでメルゼナの動きと大域生物の変異、そしてキュリアの存在がようやくつながった。やっぱりあるか、なんかその何、なんかこの事件の根幹はメルゼナだったと。そういうわけだったら早く討伐した方がいいんではないの。ムーポンの協力なくしてここまでたどり着くことはできなかったよ。ありがとう。バハリ、私が知っているメルゼナはキュリアを従えていなかった。記録にも残っていない。え、どういうこと、話が違う、がなんかガレアスの想像しているメルゼナとは違うの。そこです、つながりは見えたが残された謎は多い。今回初めてメルゼナが従えてきたキュリアという存在、あいつが一体何なのか、これを解明しなければ討伐できても安心ができない。なるほど、キュリアが結局やっぱやばいんじゃないのみたいな、メルゼナじゃなくてってこと。第一にキュリアの生態解明、第二にメルゼナの討伐、この順序でいく。なるほど、先にキュリアをどうこうしようと。引き続きムーポン殿とフィオレーネは凶暴化したモンスターの調査に当たってくれ。バハリはキュリアについて解明を急げ。難題ではあるが、お前でなければ成し遂げることはできない。なるほど、あー見事な活躍だ。これチケットか、あチケットチケットありがとう。フィオレーネ様大丈夫ね、私の怪我のことなら大丈夫だ。先ほどにも伝えたが、命に危険が及ばないレベルに収めた。退治して改めて思ったが、メルゼナはやはり強大な相手だな。今まで以上に鍛錬を積んでおこう。まあ、今挑むとちょっと厳しいけど、まあしっかりと鍛えていこうみたいな、そういうところですね。フィオレーネさん、受けた傷は軽いとのことで、鍛え上げた筋肉が守ってくれたわけですね。メルゼナを見つけましたが、今はまだ急いで追わないみたいです。それよりも先にキュリアの解明を進めることが決まりました。我らが提督の判断です。かっこいい提督言いなりやったけどなついにメルゼナが現れました。フィオレーネ様も浮上されたと聞きましたが、軽傷のようで安心しました。王国を挙げて追ってきたモンスターですが、詳細についてはまだ謎の多い未知のモンスターです。何が起こるか分かりませんので、ムーポン様どうかお気をつけてお過ごしください。ありがとうございます。感謝します、助けてくださいっす。こんにちはっす。なあムーポンさん困ったっす。どうしようどうしよう、聞いてくださいっす。トロッコ整備を依頼されたんすけど、そのための材料が足りないっすよ。これじゃあ仕事ができないっす。え、材料集めてくれるっすか。うわームーポンさんありがとうっす。感謝感謝感謝感激っす。まだ言ってないよ必要なのはビスマス7鉱石っていう鉱石っす。溶岩洞にあるらしいっすから、調査調達をお願いするっす。ほうほうほう、ロコモトロッコ、何ロコモトロッコって、ちょわからんちょ全然話わかんないが、あちっちゃ姫もあるか、マスターランク上がりましたよっていうとこで、ムーポンさんおかえりなさいご無事で何よりです。ちょっともうなんかすげえ飲み込まれてるけど皆さんがメルゼナに襲われたと聞いたときは、私も血の気が引いて、ですがご無事な姿を見てほっとしました。フィオレーネも軽傷とのことで一安心です。さて今回の功績によりマスターランク4のクエストが解放されましたよ。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは早速追加されたクエストをご覧ください。見た見た見た、ちょっと待って、マスターマスター、おお来た、玉三つね、ディアブロスでリオレース、あーこの辺はこの辺はいつものみたいなで、ルナガロンとかガランゴルムの狩りと、なるほど、ねちょっと待ってね、なんかねそう一個ね話が止まってんのがあって、マーケット、あれちょっと待って、こっち何、カムラの里からのお知らせに、
カムラの里の皆さんからハンターさんへの伝言を預かってきたにゃ。日野さんと水野さんが読んでたにゃ。何か新しいクエストが来たのですかにゃ。紫マークはあれなんですよね。なんか仲間がどうこうみたいな。仲間がっていうかね、なんか何ね、同行クエストが追加されるみたいな。なんか確かそういう感じのはずなので、2人が追加されるの？戦うの？ちょっと待って。で、そう、ロンリーネさんがね、呼んでると。いざ参ろう。こんにちは。ちょっとごめん、ほったらかしになってた。いや、調子はどうだろうか。キデには私の故郷のことでご協力いただき本当に感謝しているよ。ところでちょっとしたお願いがあってね。キデ、私と共に狩猟に行ってみないか。おお、ぜひぜひぜひ。キデには以前から打ち明けたと思うが、私も姉上と同じ騎士、つまり資格を持つハンターなのだ。里の方々には完璧に交易商としての顔しか見せていなかったからね。急には信じられないのも無理はないさ。めっちゃそれっぽい服装やけどな。正体を偽る必要もなくなったし、少々肩を鳴らしておきたくてね、クエストの同行を頼んだというわけさ。それに私の腕前を実際に見てもらえば、ハンターだということも納得できるだろう。ああ、よっぽど強いのかな。どっか依頼を受けてくれると嬉しいよ。何使うんだろうね。おお、おろみどろろろろろや。ちょっと待って。あとは、カムラの里のタタラバ前。こんにちは、お久しぶりです。ムーポンさん、私と一緒に狩猟に出かけませんか？あら、そんなに驚かなくてもいいじゃないですか。なんで？ハンターの同行のもとであれば、里森も訓練の一環として狩猟ができる。という制度ご存知なかったでしょうか？そんな制度あんの？私、ムーポンさんがハンターになった時、暁にはぜひご一緒したいとずっと思ってたんですよ。本当に？うふふ、日の絵のささやかなお願い叶えてくれますね。ぜひぜひ。おー、リオレース、マスター4。マスター4、早速リオレース。で、ミノトは一狩り回りませんか？やっぱりそうですか。あのムーポンさん、実はお願いしたいことがあるのです。ハンター同行のもとでは、里森も訓練の一環として狩猟ができるという制度をご存知でしょうか？さっき聞いてきたよ。その制度を活用して、私の鍛錬にご協力いただき、お願いしたいのです。私は里森としてもまだまだ未熟。しかし、日の絵姉様をお守りするためにはもっと強くあらねばならぬのです。野外は苦手ですが、日の絵姉様をお守りするためには、お守りするためなら伊豆港へも参りましょう。どうかご協力お願いいたします。おお、よろしく。玉三つねも狩れる。なるほど。ちょっとね、急にいろいろと増えたなみたいな、そういうところはありますが、ちょっとクエストを整理する。リオレウスと玉三つねと、あと誰だっけ、ロンディーネは何かあるんだっけ。ちょっとふわふわしてるが、待って、名誉クエスト、里森同行です。これか、オロミドロか。オロミドロと、なるほどっていうところなんで、まあこの辺もね、ちょっと同行クエスト進めるのとかも並行しつつみたいな、そういうのも考えつつ、マスターランクのね、この辺誰かあるみたいなのも考えてみたいな、ちょっとそんな感じにはなってくると思いますが、そしてはね、ちょっとまた次回ね、引き続き狩りどっち行こうかな、ちょっと悩ましいところではあるんですけど、同行クエストなのか、まあ本編行くのか、ちょっと悩ましいところではあるんですけど、また次回も動画でお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。